豚と一緒に茹でても全然変わりませんので、まあ豚肉はこんな感じでね盛ってあげると。はい、じゃあいくぞ、ニューマピー3分クッキング、テレレッテ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 レレッテ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 レレッテ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 ッ本日はですね、3分クッキングでございます。3分といっても多分13分ぐらいかかると思います。そうめんですね、イボの糸を使います。イボの糸を使ってものすごく私は好きな冷やしそうめんですね、ネギ塩豚そうめんだと思います。これをやっていきたいと思います。今すごく暑いのでこの暑さを紛らわすために最高に美味しいこの冷やし豚そうめん作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずそうめんですね。そうめんでいいです。はい、そうめんでいいんですけど、もう皆さんこれだけ言いたいんですけども、炎上するかもしれないですけども、そうめんは平均の、値段より高いもの買ってください。なぜかというと、ものすごい最低の値段のそうめんって美味しくないからです。だからイボの糸は最上級なんで、これを買えとは言いませんけども、せめて普通の値段の買ってください。豚バラ肉です80で、ネギ50ということで、材料こんだけですね。じゃあこんだけでやってきます。じゃあ今回やっていくのはリューピー3分クッキングなんですけども、今日はね、3分クッキングをする上で一番重要なことをお教えします。3分で作んなきゃいけないんで、テンションを上げて やんなきゃいけないってことなんですよ。そしてなんかテンションを上げるっていうのはサクッとね作るっていうのが大事だと思ってます。 GO! GO! うーうー、3分で作るぞっていう気持ちを大事にしていきます。パパイ作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。じゃあちょっと今日は3分クッキングなんで3分測ります。じゃあまあ3分なんでね、テキパキやっていきますね。このネギはこうやって小口切りにしていきます。こんな感じですね。ネギの白いとこと青いとこがバランスよく配合されてると見た目も綺麗ですし、青いとこって香りが強かったりするので両方ね入れてあげると非常にいいです。あとね、砂が噛んでる時もあるんで、よく見てくださいね。よく見て洗ってください。はいはい、このぐらいですね。もうこれもう入れちゃう、ネギ入れちゃう。ここに長ネギってこれ辛いじゃないですか。水に浸しておくことによって、水に辛味成分が移ってですね、全然辛くなくなるんですよ。あとここに白だしです。白だし大さじ3杯入れます。今日は、ね、冷たいねスープ仕立てなんで、冷たい乳麺みたいな感じです。これですね、これスープもね、スープもそのまま食べるんですけども、スープにもねネギの辛みがね全然気になんないんですよ。これは冷蔵庫で、冷やして、このネギの辛さを抜いておきますね。これね、このままでいいです。このまま抜いてください。はい、あ、3分経ちましたね。もう3分もう3分測ります。豚はもう食べやすい大きさにね、4等分ぐらい、ね、あ、5等分にしようか。5等分にします。はい、これで大丈夫です。はい、もうじゃあとお湯沸かします。じゃあね、今お湯ね、鍋にお湯沸かしてあります。ここでね、そうめん茹でていくんですけども、そしたら、こうやってパラパラと入れていきます。はい、パラパラとね。で、ここにもう肉もドーン。これ一緒に茹でることで洗い物少なく、できますんで、これもう一緒に茹でてください。はい、で麺の表示通りので1分半ぐらいでいいと思います。豚と一緒に茹でても全然変わりませんので、でこれから、そうめんと豚を一緒に冷やすんですけども、あ、3分経ちましたね。はいはい、はい、じゃあもう3分です。じゃあこれで、流水で冷やしていきます。流水で冷やしました。できればね、なんか氷水とかで冷やした方が夏場は美味しいんで、氷水で冷やした方がいいです。今回ねまだ5月なんで水道水そんなあったかくないんで大丈夫なんですけども、で絞っていく。豚と一緒に洗っちゃって大丈夫ですから。これ豚のうまみ抜けるっていう方もいらっしゃるんですけども、そもそも冷しゃぶ作る時に水浸すじゃんみたいなね。じゃあもうほぼ完成ですんで、ちょっと盛り付けです。盛り付けていきます。まずそうめんをねこうガッと盛ってください。これはね結構ね水切りしちゃって大丈夫ですからね。今回はねここから冷たいおつゆを入れるんで、はい、じゃあこんな感じで、はい、やっていきます。まあ、豚肉はこんな感じでね、盛ってあげると。こいつもぶっかけです。青がね、青々しくて、青いんです。そしてごま油です。これも好みなんですけども、もう僕は入れた方が好きなんで、まあこんな感じですね。黒胡椒ちょっと。あ、うまそうですね。
もうほぼ3分でできるネギ塩豚そうめん、始めます。はい、それではできました。いただきたいと思います。いただきます。くー、じゃあいただきます。いっちゃっていいですか、皆さん。いってきます。うお、うまっ。ネギの辛さ全くないですね。爽やかさしか残ってない。うまっ。あ、カップになった。ネギの爽やかさがね、冷やしたスープにすっごい溶け込んでるんですよ。マブラーね、ほんと好みでいいです。あー、レモン汁ですね。絶対合うでしょこれ。超絶うまい。お酢とか入れてもいい。そうめんってそのままつゆで食べるのが結構主流じゃないですか。白だしベースの冷たいこの乳麺スタイル絶対流行ります。だってこんなに美味しいんだもん。もしね、辛みがもっと欲しいって方はごま油の代わりにラー油入れていただいたりとかねしていただいてもすごく美味しいと思います。今回豚でやってますけども、なんかいろんなもので代用できる。あのサラダチキン乗せたのもいいし。うん、味付け最高。こうです、これ。ぜひ皆さん、試してください。ちょ、携帯見ながらやるね。わかんない。わかんない。昔のレシピなんで覚えてるわけないでしょよ。覚えてるかっちゅう話ですよ。今まで食べた食パンの枚数を。ねえ、皆さん。覚えてないでしょ。